当たった。オッケー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 。リセットモード12ゲームで、はい、ゲッチュ12ゲームでヘッドします。リセットモードゲッチュ、やったー12ゲーム。よし、やばいね。あ、やったー、プレミアゲット。えタイムレスキルのキャラ、これがタイムレスキルのキャラなんですか。おー、初打ちでプレミアゲットは今日は幸先いいんじゃないですか。モード B 以上ゲッチュ、おそらく当たりました。修羅画面のカイルの数がね、全員いてたら超天国の可能性が出てくる。うっせえけど、まだ僕は153でピック。よし、それまあ、おそらくリセットモードか、まあ、B 以上が濃厚なんで。引き戻しモードを仮にいたとして、1ニッパー、そして確かに2ゴロが3分の1ぐらい期待できるよね。確かにそんなんだったと思います。で、サイレ天井が512ね。もっと言うと32ゲームで思いっきりでやめるのが、まあ、一番スマートですけど、まあ期待度結構その引き戻しモードに移行した場合の1ニッパーはまあやや高いんで、そこまで打つのもあり、そこでまあ僕の台みたいにこうモードがいい主催が出なきゃやめてもいいと思います。まあ32位が一番綺麗ですけどね。まあ金パル自体はね、こう実はもう設定差のところがすごく多くあって、長く打てばすごい設定見えてくるけど、まあ、その明日一だけ狙う的な立場には当然いいし、途中のモード狙い、いわゆる3、4回天国スルーしてる台を狙ってもいいし、まあ見て天国以降がいい台を設定狙いもできると思う。僕ね、珍しくいいこと言ってると思います。わちゃわちゃこうやってるだけじゃなくて、もう一回やった、 OK、 447で次のレボンで出てくるよ。よし、そっち6000、448で、ドンって出るよ、ドン。えやったー、ケロ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 ピーク、やったー。ここからです。6000ね、全然まだ余裕。いや、残ってちょうだい、マジで残って、うわー、30人抜けたらやめます。そこはいや、 B かどうか分かんない、引き戻しだったかどうか分かんないし、追っかけたら蓋開けたら A でしたっていうの全然ありえるから、ありえるから、口回ってない、ありえるから、それ一番事故るパターンやから、もう今、まあ、実はちょいマイナーぐらい。
32。はい、ダメでした。ここは固くいきます。ちょっと移動先をまず探してからやめますけど、ちょっともう今日は固くやりたいと思います。絶対勝ってやる。じゃあどうしようかな。400ゲーム拾おうか、ここ。これ、固くやってると言えるかな。ちょっと違うような気がするけど。いやでも、チャンスあるよね。これありでしょ。取ります。空き缶で取るってちょっとだらしてないけど。ここにすぐ持ってくる。さあ400のヘルゾーンいただくためにパルスに移動しました。いやー、5点いきそう。5点いけそう。これはもう5点いくよ。1ゲームでそんなに引けるんだったら。お、なんで7がここで出るの。テンション上がるよね。本当にテンション上がる。7見るだけでテンション上がる。いやー、下がる。テンション上がる。やった。そしてもうあと5ゲームでゾーンオフェブ再び。氷4年。いやー、ナイスイローですよ。ナイスイロー、完璧にイローでしょ。これちょっと戻してきます。さあ追加投資です。持ちこいね。ジャッジメント。オーケー。さあ誰が俺を迎えに来るのか。新学年なんでお母さん来てほしいんですが。そうなるよね。さあ頑張ります。火を吹き出せ、火を吹き出せ。ゴール。吹き出すよ。ウェイ。そのもんです、そのもんです。いやー、いいよ。もう完璧。ですけど僕は硬い硬い言ってる時の画面の左下ぐらいに米印に良い子を真似しないでくださいって絶対書いた方がいいと思いますよ。いや僕のいや数字的には400になるのはちょっと300何ゲームからは微妙ですよ正直。ただ僕とハールスの友情を考えると狙っても大丈夫です。皆さんもその感覚もいやこれ怒られる。あの、ね、真似しないで。僕ただねそれだけ。終了だ。プラス50枚です。良いモードに落ちてくださいよ。
移動です。二度と打つかって言った鉄拳行こうかな。全然硬くないっしょ。いや、ちょっと待って、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。いや、違う、ダメ。お、打ちます。打ちます。まあ別にめっちゃ多いってわけじゃないんだけど、ただ見てたらね、ちょいちょい入ってるでしょうね、どう考えても。前半の時は入ってるから打っていいんじゃないかなっていう理論でいきます。硬いね今日は。いや違うわ、全然硬くないけど。もしかして僕立ち回り上手いかもね今日。たまたまですよ、たまたまのか。あの本当思うねんけど、こう上手い下手とかは結構たまたまがこう重なってるかどうかだけですよね。あと言ったもん勝ちですよ、の提案に入るとか言ったもん勝ち。100、いいよいいよ。あって結構パチソってタイミングゲームやからね、うまいタイミングでうまいものに引いてそれがうまく連チャンするとか、うまくこうボーナスにつながるとか、結構タイミング大事だからね。こう当然設定とか大事だかもしれないけど、でも同じ70ベンチを座ってすぐ引くか70ゲームで引くかって変わるんですよ、だいぶ。だってたまたまの重なりですよ。ただそのたまたまがよく起きるのが構成っていうのはだけですよ。でこういうこと言うと、だから負けてんだよなっていつも言われるけど、そういうことですよ。でも
どうしよう。じゃあさっきのあれ打ちましょう。やば、取られてる。こうね、あるあるパターンですよね。早く取っとけって話ですよね。さあ移動してまいりました。北斗の剣トモ、めっちゃ太かったやん。ジャギ、これはジャギさんとの勝負が、バトルが見れるかな。その前にもうちょっと子役引いときたいな。よし、決心を止めた女の子声、なんと最後の失敗。
よかった、トルコンしたかと思った。あれちょっといや、あのシャッターエンスが怒りすぎでしょ今の。おーいたたたたたた、うわー、あユーは今日強いな。よし743、総投資15,000、昼から帰ってきてすぐです。じゃん、好きなタイプと嫌いなタイプを教えてください。これ男性のタイプでいいのかな。ですね、好きなタイプは、男らしくて頼れる方がいいです。なんか困った時とかに支えてくれたり、考え方とかがちょっと大人びてる感じの人が好みかな。あと嫌いなタイプは、嫌いなタイプは食べ方が汚い人。食って3食、1日3食必ず食べるんですけど、その3食食べるときに汚い人が横にいたらやだ。ちょっと食べ方は結構人の食べ方見てしまいます。なんか口開けて噛んでたりとか、ガツ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 慌てて食べるとかっていう方はちょっと苦手かもしれないです。なので食事行ったときは結構男女問わず食べ方を見てしまいます。そんなとこかな。はい、以上です。